アジア海にいることはできませんね。キリュウさん、西公園に急ぎましょう。誠のところへか。堂島組が殻の一つぼを狙う限り、妹はどこにいても危険です。それより早く土地を手放す手続きを取らせた方が。どうした？誰かに見られています。何？キリュウさん、最悪の相手です。知ってるやつか。大陸のマフィアにいた頃見たことが。私が知る限り最強の殺し屋、名前はラオグエ。ラオグエイ。殻の一つもの殺しは一見荒い仕事に見えて、警察の目を疑いなくあなたに向けさせるためのプロの仕事です。ラオグエイならそれができます。なんだと？彼ほどの殺し屋が堂島組とつながってるとすると、あなたに殺しの濡れ衣を着せた張本人も彼でしょう。李火少佐，给我出来！我收到的命令，并没有要求我杀你。なんて言ってる？やつの狙いは私を生き取ることです。キリュウさん、今の私たちではラオグエを相手に逃げることも戦うこともできません。ですが。あなた一人だけなら逃げられます。妹、頼みます。立花、寄せ。只要你不乱动，我就不惜死在你眼前。那个男人跟我的契约没关系，所以我没兴趣。Ugh.